炎上しちゃうもん。ついこの間も炎上したばっかりなんだから俺。またおかしくなっちゃう。ミスターパーフェクトマキハラ。伺いたいのは1980年代から90年代にかけての西武黄金時代について話は移っていくんですが、先ほどもちょっと伺いましたけど、はい、うん、石毛さんが入団する1981年までは正直決してそこまで強いチームではなかった西武なわけなんですけど、はい、うん、1982年の広岡監督就任以降に黄金時代が始まったとも言われておりますが、うん、はい、まあ、広岡監督就任時の印象を再度お伺いしたいなと。その広岡達郎さんがライオンズの監督になられてからライオンズも変わったし俺も変わった。ああ、うん、石毛さんがさ、やっぱり広岡さんにもう最初にすごい腐されるわけですよ。本当だよ、腹立って。そこからやっぱりすごい、やっぱり天狗で来たんですか。やっぱりいや天狗って入った時は、だってプリンスに入って1年目新人を取ってよ。 それこそ言っていい、3割1分1にホームラン21本、盗塁25よ。今だったらとんでもないですよね。うん、でしょ。まあ今年はね、マッキーがね、ベイスターズのマッキーがこういう数字に近いところ打ちましたけど、それになったら、いやいやいや、プロ野球もちょっと楽なもんだなと思って、自主トレ、広岡さんが来られて、お前が石毛かと、よろしくお願いしますって言ったら、なんやそのプレー下手くそって。はっと思って、それから入ってきましたから。切れましたよね。はいはいはい、顔にはもう出てます、ね。顔は出た。はと思って、何をと思って、多分顔に変わったと思ったの俺。で横そっぽ見て、そうそう離れたからね俺。あのだってその後話しなかったんですよね。ずっとね。で今度は広岡さん今度は俺を無視。うん、で俺の同じ内野のライバルを指導するわけ。でこれも冷たいなと思った。まあ自主トレだからね。はい、うん、で。そしたら、なんだよ、くそ、俺無視かお前みたいな。でもまあ、7、8人の内野手が同じ指導をこう受けてるわけよね。はい、まだ2日、3日でなんか、ちょっと形が変わったみたいな感じして、スムーズになるんだよ、プレースタイルが。ちゃんと、うん、もう見てて、うん、変わったなって思えたんですね。うんうん、あれと思って、やばいじゃんみたいな、ね。やばいじゃんになるわけ。うん、で、5日目くらいに、監督、俺にも教えてくださいって。おお、弱い気がついたから入れやつって。で、最初、すげえ。ノックなんかお前10年早いって言われて、こんな子供が取るようなゴロを転がして、これを取れって、はい。で、そこで言われたのは、お前なって、若い時はまだ体も若くて柔軟性があって、今のプレーでいけるけど、30過ぎたらお前の身のこなしはダメだと。将来指導者になりてんだろって。はい。もっと長く現役続けたいんだろうと。はい。そんなお前にやってるのはな、自己流我流なんじゃと。そんなじゃ長くできない指導者にならないんですって。今のうちに正しいことを覚えとけ、身につけろって。ファンダメンタルのあの人の偉いのは、今度は自分で頭下げに行ったら付き合ってくれたのね。うん、それでボールを転がしてキャンプ、オープン戦、レギュラーシーズン入ってもそのファンダメンタルは10分15分はやるわけ。そのしつこさはあったよ。いやでもそのやっぱりこの男をちょっと一回の話にして、うん、教えてくださいって言ってくるのを気づかせる指導法だったんでしょうね、うんうん、多分ね、うん、そこ深いですね。だから広子さんが俺の人間性とかね、そんなことを分かってやったのか。でも今考えると広子さんってではぜひは非なんだよね。下手なものに対しては下手、うん、下手な人間が上手くなってる、上手くなったってすぐ変わってくれるわけね。うん、それは俺に対しても田淵さんに対しても、うん、例えば東尾さんに対しても同じような扱いするわけよ。だからそんなね深い読みがないのかなと思ってんだけど、はい、うん、でも石毛もそこで気がついて、まあ、スキルアップしたし、田淵さんも体を鍛え直してやっぱ優勝の、ね、主軸になっていくわけだからさ、うんうん。まあでも今いろいろと週刊ベースボールでも投稿されてたり、いろんなところでネットも出ますけど、辛口の姿勢は変わってませんよね、広岡さんね。巨人のこと嘆いてるぞ。もう見ましたよ、石毛さんのチャンネルで。石毛さんすごいスーツ着てもう変わってますもんね。石毛さんの普段のチャンネルと違うなっていうのがもう分かって。師匠だから、恩師だからさ。そうだよ、うん。
そうだ、その当時それ俺見てて知ってたんだ、うん、その話をね、うんうん、その広岡さんの後任として監督となった森正明監督についても伺いたいんですが、はい、広岡さんと森さんの違いっていうのはどういったところですか？さっき言ったように広岡さんはぜはぜひはひ、うん、で森さんはこう遠回しに言うんだよね、うんうん、なんかこう正直じゃないのか、まあ、キャッチャーというポジションからそうなのかわからないんだけど、なんかこう直接こう言わないんだよね、うん、だからまあ、ごめんね、根本さんが人集めして広岡さんが人の教育をして、森さんがマネジメント的な人使いをしてったんだけど、あの当時はもう西武ライオンズほとんどレギュラー変わんなくて、うんうん、まあ、大人的なチームの中で森さんが来られて、うん、そのチームをうまくこう誘導してったっていうところで、であの頃俺チームリーダーなんて言われてたけど、森さんの偉いとこがお前チームリーダーみたいななんかあってないような称号いらねえなって、キャプテンやれっつって、でキャプテンやれっつって、でじゃあキャプテンはうちの監督コーチのスタッフ会議にも参加しなさいと、うん、我々がどんなことを考えてるのかそれをちゃんと聞きなさいと、でまあお前も将来指導者になりたいんだ、それも勉強にもなるよなっつって、で多分俺がそこに入って聞く、同じ選手の輪に入っていく選手がまた指導者なしいろんな不平不満がある、いやいや違うぞお前たち、監督コーチはこのことを考えてるぞという俺を多分伝える役目、いや石毛さんこれこんなこと言ってくださいよ、分かった分かった、お前たちの気持ちはじゃあ監督コーチに伝えようみたいな、そんな中間管理した時にうまくまあ俺を使ったのかなという、うん、まあそれが機能していったっていう、すごいな、その辺はやっぱり森さんの深いとこがあるんじゃないのかな、うん、ですね、うん、で結果、まあ、石毛さんはこうそう根本さんはじまりこのお三方の指導者のスタイルを、うん、石毛さんが監督になられてどういう形でどの形をやったんですか？石毛さんは石毛さん流でも直接バッて言っちゃうんですか？あ、言いますよ。で俺が行った時のオリックスはやっぱり戦力がアリアスが抜けて加藤慎一エースが抜けて一郎が抜けて田口もいなくなってね、はい、うん、まあ、エース4番今1番2番がいなくなった時代、まあ、選手を作らないといけないっていうところで、戦力を作るためには広岡さんの、まあ、ここのスキルアップを図るための練習だよね、うん、でさっき言ったお前も今は下手だぞと、だけどこうすれば上手くなるぞって、だからやろうってみたいなところでは指導していった。あ、だから生きてきてるんですね、うん、確実に、ね、うん、でもでもまあなんだろうな、そのみんな俺みたいに反発してくれるのかなと思ったらそうでもなくて、うん、ふてくされる人もいるし、うん、まあ、だからその当時のちょっとまた世代が変わっちゃってるんで、うんうんうん、もうやっぱり昔から培ってきた教育だとか殴られてもどうのこうのこんなやろうと思って向かってくる選手と思ってすると、うんうん、全然帰ってこないじゃんっていう、石毛さんが寂しくなるだけみたいになっちゃうっていうことがあるわけで、時代に合わせていかなきゃいけないっていうのもあるわけですよね。そうだな、あ、でもまあ監督という、まあ、今度は新庄監督になってね、うん、優勝目指さないって言ったけど、じゃあ監督の仕事ってなんだっていうところだと俺思うんだよね。それはお客さんを呼び込むとかね、営業的になるのもそれも一つの層とかもわからないけど、やっぱり現場の長として部下たちに選手たちに優勝という歓喜を味わしてあげたい、日本シリーズというステージを経験させてあげたい、それによって野球人として人間としても成長することがあるんで、そうするとどういう本当に意図があって監督を引き受けて日本ハムファイターズどういうふうなチーム作りをしてどういう方向性に持っていくのかという、それは指揮官としてそういうなのは示さなきゃいけないと思ってると思うんだけど、うんうん、それは今度は、まあ、新庄監督と会うかどうかわからないけど会った時にぜひ聞いてみたいな、俺聞いといて、はい、聞いといて、うん、まあでも彼の多分僕なりの解釈は、うん、まだそこを言える今僕ら立場じゃないからそこを目指さなくて、うん、ただ最後のところでその状況にいたら優勝狙いますよっていう、うん、こうなんか謙虚な部分は先にだった話で、うん、多分そういうふうに言ったのかなと僕は思ってるんですけどね、うんうん、意外に石井さん会うといろんな深さも
考えてる子なんで、うん、まあぜひキャンプでね一回見に行って、うん、まあ、うん、あの話したりしたら、うん、多分ああ面白いなと思ってね、うん、まあだからどちらでもいいですよ、あの、うん、石毛さんが今度チャンネルでまた新庄批判でどんどんやって、ね、やって炎上しちゃうわついこの間も炎上したばっかりなんだから俺新庄じゃなくて炎上になるよまたおかしくなっちゃうすごくすいませんね心情から炎上の話が出てきましたね、そこ、ね、ありがとうございました、うん、はい。